それです。九時まで。九時まで。もう放題食い放題。ふっくらしてるね。俺も太った。あ、酒か。え酒か。タッチパネルで注文できないから、よ、あ、それ、あ、毎回、で、あの、飲み物と食い物はこっちとこっちで、それがね。あ、今始まっちゃった。あいつ顔が来たんだよ。そう、だけど昨日らしいですけど。しかもさ、食べたとかつって実際するじゃん。2000円でとかつってさ。俺、あの、爽快ハイボール。爽快ハイボール。食い物も頼んじゃん。あ、いいね。どうしたの？これは2キロできた。2キロ、浮き出物って。見つかされます。カンボジアどうだったんですか？カメクソ暑かったよ。暑いんですか？何度ぐらいいやね、35度ぐらいだけど、湿度が 80% だった。やば、ジメジメ。体感温度は40度ぐらいになるんだよ。サウナじゃないですか。夜もじっとしてても汗がすごいな。で、エアコンがあるのはホテルだけ。あ、そうなんですね。外食とこういうのでもエアコンついてるけど、ほとんど効いてないの。効いてないですよ。じゃあ汗だくなりながら。一番やばかったのは北朝鮮ですよ。はい。どうだったんですか？こういうパーテーションでテーブルの周りに囲まれて、その中に店員が2人監視するんですよ。怖っ怖っ怖っ。何ですかね。で、タバコ吸いたいってたらダメだったのよ、うん、隣の人に吸ってんだよ、うん、俺怒ったの、まあ、日本人だからサービスしてんじゃねえよって言ったら大体の人に。へぇ、すげえ。よく思ったっすね。だそれはすげえな。まあ、でもね、向こうの子供たちの顔見たらね、なんかね、自分の悩みが低くてなって。だって6歳ぐらいの子だよ。英語と日本語使ってさ、その絵はがきとかをさ買ってくれって言うの。そうなんだ。すごいな。これはどっから行くの？僕はまだ分かんないですけど、まあ、バリ島一番最初に行きたいです。バリ島から。バリ島から行くの？そう。英語ちょっとあんま覚えられない。うん。で、ほら、バックパックやるっていうからさ、ミクロで行くのかな？辻はちょっとバリ島行くのかな？この間、ツバニャがバリ島行ったの。あ、そうなんですか。配信は出ます？配信はもうやってない。絶対ないっすよ。お、マサトさんだ。ボブサガス。しっかりつける派なの？つける。服汚したくない。ジャケットいらないもん、ケチたら。ジャケット今後どうする？あ、このままとりあえず戻るの？収まる。あ、こっち？こっち？6月29日から沖縄行って、5泊ぐらいして。あ、短い。埼玉？いや、埼玉、北海道から相手もありがとう。二人はいつぐらいから行くのか。海外は一応、まあ、一応年末までが順調なのそこに発表して、三重県のゴールなんで、その間ちょっと東京で拠点を置いて、それから英語の勉強とパスポートとかまだ。英語の勉強なんかいらねえから、まあ、とりあえずパスポートで。俺の海外の配信知らない？日本語でご利用するの。ご飯食うじゃん、大将お会いそうって。すげえ。すごい。メニュー見てこれって言う。ああ、大丈夫大丈夫。英語覚えるより面白いんじゃない？下手に英語覚えるよりも。まあ、どっちも覚えられないと思う。意外と覚えそう。コミュ力高いから。こっちじゃねえの？先に行かんのがこっち。ね、ベンドさん、テルチャンピン、ヒカルくん、ワド、キンバイさん。ベンドさん、タイ行くんじゃない？そう、最強って書いてある。最強ってなんだよ。これで、あと一人。お疲れ様です。お疲れ様です。やばいっすね、この T シャツ。最強。最強。最強。
すげえよ。あれっす。いいじゃん、食い放題飲み放題だよ。9時まで。レモン汁。あれっす。レモン汁。ニンニク。ホス。レモン汁ないっすね。じゃあいいわ。はい。ニンニク入れます？ニンニク入れ。はい。あ、すいません、あとレモン汁ください。レモン汁。ニンニクとコチュジャン。井村さん、来てくるお疲れ様です。お疲れ様。宣伝部長お疲れ様です。足の後ろ呼吸入ってなかったの？入ってる。だって俺前日にさ、前々日ぐらいにさ、その日に入れるやつ、携帯で。あれ送ったのに。300円だったのに。あれ入っとけば、1日1000円か1500円出たのに。ロー蹴られたとかね。痛みが上に上がってくるから。わかります。鈍い感じしません？俺やったわ。ハイボールの感じ、ハイボールの感じ。そう、しかもこいつに蹴られるよね。こいつに蹴られてずっと蹴られるもん、有名人。え、やっぱり何だ飲んだよ。今日、昨日あたり感じた感じ。さあ、お疲れ様ですの乾杯しましょう。えいっす。してごろお疲れ様。やっちゃうとです。お疲れ様です。KP、 みんな KP、 KP、 ベンドさん、ごめんね、ちょっとみんなでワイワイ楽しんで、俺もあのコメント今日拾わないわ。みんな楽しんで、垂れ流し系です。大中小ファイルでございます。大中小ファイルでございます。大中小ファイルでございます。ステゴロ出てさ、あれだよ、ステゴロバブルで、AV の監督の仕事になったんでしょ。ただ確定じゃないですか。ありがとうございます。 AV のこと君ですね、僕もです。違う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 、この辺もそこ同じ紹介した。あれ多分第1弾俺で第2弾ヒカル君になると思う。その後俺紹介してる。あ、第3弾ヒカル君の AV 見たいもんね、ちょっとどんな感じなのか。ドレさんはね、あの相変わらずの遅刻。ドレさん、あ、あと2人来るんだ。ドレさんと新薬。あ、いやいやいや、はい、自分で来る。新薬来るんですか。いや、知名度が上がったんですよ。ドレさんコメント打ってるし。ドレさん、肉だよ、肉。大丈夫。マオちゃんの襲撃。もう。めちゃくちゃやられてよ。一緒に願いを。なんで今、10万。
え、まず呼んでくれ、呼んでくれ、すいません、ごめんなさい、お待たせいたしました、こちらセセリでございます。すいません、あのオレンジジュースください。はい、かしこまりました。ちょっとセセリ頼みました。はい、カラオケ代オレンジジュースお願いします。はい、オレンジジュースお願いします。はい、かしこまりました。はい、お客様お願いいたします。これで、はい、これね、あの鹿児島行ってやつは全部あんのかな。ある。チップ入れるらしいですけど、そこなんですよね。雨の日に。すいません。はい、からください。2つ。はい。出る。もうボックボックだ。ここだ。ここ大丈夫ですか。めっちゃ顔です。止めます。いや大丈夫。ここじゃん。ここか。下吸えてないですもんね。全然吸ってないんだ。もっくもくですもんね。それはなるわ。いや、吸ってないですよ。確かにもっくもくだよね。よくよくね。現状またなんかリバウンドしてないね。え？取ってない。なんでこんなもっくもく。これは炎上ですね。こっちなってないもんね。吸ってるもんね。一回ちょっと戻してもいい。あ、いいです。ああ、やばいことになってる。やばいよ。これやば。この席だ、原因。はい。一回ちょっと数方にお話を移動します。はい、すげえ。なんで金梅さんを取られたって感じ。モックモックだったの。気づかなかったけど、店中モックモックだ。全然そのあるに知らない。タマちゃんに金梅さんはタマちゃんを取ったんだけど、タマちゃんに金梅さんを取られたのって話だった。根本にありたらさ、コメントでさ、金梅の光が絶縁さんとかさ、食べ放題で肉食えないってすごい。いや、生で食える。レモンダレ頼まないとないですね、店員さん言わないと。モックモックだもん、ね、ノリって。おお。
皆さんお願いします。そう、こちらの換気がちょっと悪くて、今それで今なんか特別なんで、3階で同じ広さのちょっと席をすぐご用意させていただいて、物自体はこちらで運ぶので、はい、ちょっとそれまでお待ちいただきます。わかりました。今日はロスタイムお願いします。大丈夫です。ちさすが移動です。お疲れ。お疲れっす。ロスタイムゲット。ごめんね。そう、ちょっと事情があってこうしてるから、ごめんね、ごめんね、計算してこうしてるから。詰まってる。いや、そういうやつが飛んじゃって多分今ポスト釣らなかったと思う。すいません。便所さんのおごり。ではこちらオレンジ寄せございます。お願いします。皆さん、アイコがやべえよ、マジで。面白かったけど、見てたよ。顔振りすごい、すごいやつ、もう持ってんだよ。1300ぐらいいったでしょ。1500人ぐらいいたね。アイコは朝2000人ぐらいいたね。そうだね。収録する。俺はもう、これはもう、それはちょっと。めっちゃ面白いのうまいよ。確率が50%。めっちゃ面白かったよ、あのデモのやつ。だってさ、それさ、もう絶対叶わない。でもさ、言わないと、それさ、本当に叶わない。延長するから相手もお願いしますとか言ってるのにさ、配信中だったのとか言ってるのよ。え？配信中。嘘でしょっていうのは、全然だけど面白い。あれ、計算しちゃってたし。いや、もう叶わないよって言ったら、全部本当に言っちゃうんだよ。スマホのくだりはお酒あんま飲まない。5人ですか？5人というか、あいつが筆下ろし、もしよかったらフォローしてください。まあまあ、楽しんでってください。今もそうだ。お、フォローありがとう。フォローありがとう。問い合わせするけど、全部、全部。こんなしろ。この笑いでさ。今日トレーニングしてきた。今日してきた。次回のためにもう死亡してるから。来年だね。来年出て。半年ぐらいの間だ。年寄りだから終わるとしたら。胸筋やばくないですか？なんかケツみたいになってます。すごいのやらしいんだこの放送で。俺もねおっぱい見せてくる配信者、俺だけだよなんて。唯一だよ。温泉芸者だよ。浮気されたんで。あ、太ったかと思ったけど。あ、ないな別に。あ、でも。いいな、カジッコ。カジッコの奥さんが浮気したの今日。嘘。そこをだから、そこ。今日女首を見たのに。奥さんが実家帰った時に元彼とか他の男とか見やかしてやりまくった。でもあいつはさ、それで自由にできるよね。まあそう、すがってるよ。確かにフォローありがとう、健坊さん。ゆうがダメだ。肉食いてえよ。今焼けねえから。あ、やってんの？今。AI。お疲れっす、しこ太郎さん。全く出ないじゃない。今さ、後輩の女寝とるのはダメっすよ。他に来るもんないから。おばちゃんぐらい裏でやってずっと裏に立ってるのめっちゃ可愛かったっすよ。
巨乳だし。すいません、お待たせいたしました。お席ご用意できました。すいません、お手数おかけします。お飲み物だけ皆さんすいません、お願いいたします。飲み物。はい、お料理はすべてあげます。はい。これはどうしたらいい？このままで。持ってきたくないんですか？飲み物だけ持ってって。はい、どうする？これは。3階だって。席移動するみたいな。換気扇がベル鳴っちゃうんだよ。あ、どうぞ。だって焼肉焼いたらベル鳴っちゃうんだもん。換気扇が使えなくて。みんなフォローありがとね。ちょっと今日はコメントあんま読めないかもしれないけど、みんなでワイワイ楽しんで、俺も場の空気楽しむから、よろしく。どうします？さっきと同じでいく？うん、OK。お、飲むもん持ってくるの？あ、持ってきます。はい。こっちの方がいいっすね。こっちの方がいいね。周りに少ないからね。はい、ガヤしてない。じゃあちょっと。ごめんなさい、先ほどの飲み物7ピンク、はい、あ、ごめんなさい、こちらハイボール、ハイボール、はい、であとうどん茶で、すいません、あと何か一つ、はい、みんな放置でもいい。ごめんな。こんな感じ。OK。OK だったら OK って言って。これだったらいいから。OK。この辺かな。音は聞こえる？音聞こえる？もうちょいボリューム上げる？多分ね、音聞こえづらいから。聞こえる？少し大きくしとくね。みんな聞こえやすいように。OK かな？すいません、ごめんなさい。はい。塩ですか？はい。今日買ってさ、iPhone カバーさ、そんなくしたけど。で、つけて配信するから外して気持ちいいです。あれ東
次ではなんかタイ。タイで、マイナスを出します。こちら、折り返にあった折り返す。あれはやばいな。今度、10月に行ってんだけど、ゲリゲとアメリカを踊るから連覇かかっちゃう。ニューヨークから朝日スタイル。50万円の西が大好きだけど、今年ね、めちゃめちゃ大好きだけど、戻ってることは、戻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 ることは、
こしたらないの。ほら、あれだよ、長野目
タマちゃんの盛り上がりはさ、あの時だけだった。その後長かった。すまんね。だって君がさ、昨日コラボしてたけど、史上最悪の炎上料閲覧1300円。3日間俺放送休んで温めてたんだよ。爆発戦来るだろうな。1300円。みんなあれはひどかったんですよ。だから母親とかも全部沖縄系の家系なんですよ。俺ね、キンちゃん、ヒカルの運動神経だから、ヒカル東尋坊が行くやから、それ知らないでしょ。あれは危ない。いや、俺今回のステゴロでヒカルの運動神経を見て、ヒカルとテルタミーがやったら東尋坊が行くかもしれない。東尋坊が死ぬかもしれない。あんまり感じしないです。めっちゃ恥ずかしい。お前らヒカルの運動神経を超えたいと思う。お前らっすー、いいっすー、いいっすー。横須賀の金米チンとなりたい。話したらさ、これこれどっちも飲んで全部だよ。なんかどうせ金米のことやな。黙ってたよ。いや違う、そんなのなんか大仏みたいな。いろんな連日ある海岸に。サウザー、これどうしたの。なんなんサウザー、サウザーのサウザー、ニキビみたいにできてる。当日戦いするちゃんと聞いてんの言えない。分かるから、こういうとこ静かいつだね、みんな今日も静かの配信だよ。これも自覚開いてないから、さっきぐらいしか毎日入ってるの。
28から次は30ぐらいまで、ね、めっちゃあるから10月入ったりとか。いや、そんなことない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 。いや、行きたいよ。4件見たら、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 金髪の方がいいよ。どうですか、この赤身やからね、赤身。そうそう。浮いてるよ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 。
最初さ、詰まってないんだけど、だんだん距離が来てさ、チラチラってさ、だんだん上手くなってさ、あれが上がっただけで、まさか、右のアッパーね。スリップそう、スリップ成功。あれちょっと演出してたいつものツーで痛かった痛かった、ね、痛かった、場所に出します、オレンジジュースを2つ絶対あれは演技してたと思ったそれせんかったらもっとなカップドリ2つください、ちょっと痛かった、はい、ちょっと痛かった、試合に行くから進行もあったこれで K-1 見たっすか、 K-1 の埼玉アリーナあ、でもまだレベル見ましたね、やっぱりでも後から見たよ何も食べてなかったから食べ放題食べ放題ビールとかあんまね気持ちよくない何言ってんだよ何言ってんだよ何となく覚えてるよ大学やってるから旅やけどもずっと思いかけてるからそうだよ、それ言おうと思ってそれがね、なかなか先進まないんだよなんでだよ電波があるのに言うとかなかなかなる最悪収録しようあとは直行機がないんですよ、クエちゃん途中まで行って、そこから、そこからヘリコプターとかチャーター便とか、船とか、そうまあちょっとでも、あったかいうちにやりたいね。で、極寒の、極寒じゃないか。いや、つまり、極寒の無人島サバイバル。極寒きついわ。あったかいうちにみたいな。あったかいうちにやるって言ってたそう、あったかいうちにやりたいんだけど、もう予定が詰め詰めでさ。なの、帰ってきたら、普通のお祭りに行く準備や。リンクの街も多分行って。俺、いいや。ゲストで来たコメント止まってんの、何すんのさ、コメント誰か書いてみて、止まってるよね、これ見れてんのかな、ドレさんが来てからずっと止まってんでしょ、いや色はずっとコメント見えてるめっちゃすげえ。それもして。バグかな。めっちゃいい。3000人規模。まだ。どういうコンテンツ？あの DJ ユウキ。ユウキ。DJ あの石田ユウキが DJ ユウキのキャスやってるので、ちょっと絡みがあったりしてさ。ドレさんで画面止まってるよね、一回枠取り直すわ、コメント止まってるね、一回枠取り直します、ちょっと待ってて、取り直すからごめんね、来た
違う。じゃあ、ゴロリが、ご飯じゃなくて、好きなものがあるんだけど、そのお礼を言って、ゴロリ、ちゃんとしてんね、あんなドタキャン支援したのに、ドタキャンちゃんがキャンセルか、ナンバであるよね。ちょっと捨て子のバブルが過ぎて、ちょっと下がってる、全体的に。いや、全体的にそうだよ。なんだろう、セブンでも OK かな。あと27日に、全部を編集した、俺、DVD にしようと思って、俺、出来上がるから、それを大阪で考えたら、大阪帰ってきたら、試写会みたいな。ダウンロードして、放送流していいよ、いいよ、めちゃしてもいい。はい、両方の学園ってどんだけ面白かったんだよ。え確かに、いいなぁ、両方。一回あれで、サトミとか怒ったのか。いや、違うよ。自腹怒ってない。怒ってないと思ったもん。絶対出してる。いや、怒ってない、怒ってない。自腹で行くと思えんだし。違う、7月に怒ってない。範囲で、その後は中学生がアメリカですか。あ、一人で外国よ。最初、自分で行ったら、そこに拠点を置いて。江戸坂で、そう、待ってるんですけど、バカプロで行ったら、安くない。わかりやすいけど、全然違う。どうかな、戻った、スケモくん、タバコ切れちゃった、戻った、オッケー、みんなごめんね、さっきは画面のね、コメント欄止まっちゃったんだ、楽しんでってね、コメント読めないけど、ね、パソコンが遠いところ、ありがとう、いいよ、昨日はね、50万円くらいやって、1日で50万使い切ったわ。お前、15万で携帯で払いじゃん。そう、昨日入ってて、なんか、先月に、翌月の25って聞いてたんですよ。そう、当日入ってないのか。なんで昨日入って、頻繁に入ってたんですよ。昨日よりいっぱい頼んでる。あれ、本当だ。あれ、嘘だ。70万だと少なくね。300万だと通帳に。無理だよ。だからフワッチやったじゃん。もう500万もある。でもフワッチやらないってことはお金あるの。今回は金がなくなるとフワッチ。わかりやすい。何が3人も。フワッチか。やっぱり配信でお返ししたい。そこからの時にちょっと和道に相談したかった。レッツノートでしょ。レッツノートの俺36万のフルスペックメモリは1個下げた。1テラでしたら7万ぐらい。1個下げたら5万ぐらい。ハツとか頼んだって。レバーしたの。レバーもハツも半分のとこ頼んだけど、来ないから。RZ でそんな高額するんだけど、 RZ でもスペック高いぞ。コア5でしょ、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 コア5でそこまで高額するんだ。全然いけます。マジで俺 RZ 無理で、難しい、無理だから。何やったの、 RZ だから全然価格する。多分、あれなんですよ、エンコーディングの方、パソコンのスペックよりも、こちらの設定が多分強いです。エクスプリット？いや、CV、OBS。OBS、OBS。OBS のは軽いんだ。基本的にはエクスプリットがいいんだ。いいです。なんか、俺はやっぱメニカムが使いやすいから、メニカム。メニカム、必要じゃない。ガスオーディングの、使いやすいんですか？使いやすい。デビルドが面白い。表示を。しかもあの時さ、子供の時 JK に卑猥なコメントしちゃって言ってたみたいな、あの違ったって言ってた。運営さんから最近コメントあって、俺邪魔だからなんで、これだけのために配信したの。俺の番組でやらん。ダメ、あん時は、あん時はスケボルの、お前また来んのか。おい、これやめろ。なんで伸ばしてね。俺何を話してたの忘れたやん。何の話してた。あ、そうや。
からバンの理由が JK の卑猥じゃなくて別の配信に誘導がダメだ。コミュニティにツイキャスおすすめ規制中はフワッチしかやりませんって言ったから、あ、それで誘導だ。 それで1ヶ月バンなの。すいません。で、メールあるからあんまりフワッチフワッチ言うとやばい。3つ自覚がダメだ。センちゃんの時も俺のチンコだし、センちゃんがまた止まった。そうだよ、今のです。金杯巻き添えでいいでしょ。なんだろう、コメント止まるな。骨折した。また止まってる。あ、嘘なの。なんだろう今日、連発かね。ごめん、みんな見れてるのかな。こっち側の映像のコメント切るね。今日調子悪いわ、なんか。ダメダメ、俺自分のコメント止まってるの気まずいよね。ごめんね。ちょっとみんな、ごめんね。映像にキャプチャーの方コメント消すわ。みんな見れてるんだよね。なんだろう、なんでそうなんだろう。ごめんね。いやいや、できなくていいから、一回目来て。今はやっぱりそうなんですよ。運動会場でいろんな競技で、サッカーボールの上でバランスゲームで、5番勝負を取って。俺も行かなきゃいけない。いや、行こうよ。やろうよ。普通にフットサルだけじゃないから、エンターテインメントに入れた関係するんで、カメラマンの山田テルチャンミンの俺バーサスメンバーはカルカルと、あと内藤流星っていう結構いいタイプと、あとヒロチャラとフットサルやると中2の話受けたら ありがとう。ごめんね、コメントが俺の方止まってるから見えなかった。ありがとうね。一応こうやもん。はい、でもありがとう。
前に残せる気持ちになるよ普段のストレスどういう僕でもサッカーのことで、ね、なんかドリジンのように作りたいいや、卵だよ、卵スープだよ、なんか卵がいいじゃん、卵スープだよ、スープだよ、ちょっと卵俺欲しいっすよ今20代から飯も食えないけど何でカメラが止まってんの今日調子悪いやんあんまり一緒にしたらありがとうございますなんか俺が見えてるコメント欄ここで止まってるからねなんか俺よくわかんないです。酔っ払っちゃうとかめっちゃ絡んでる。ボンタありがとう。ありがとう。あとランニングマシン。酔っ払ってあんま覚えてない。あざ。負けのマシンみんな絡んでる。俺も録画見たけど髪の毛こうバーって掴んでた。メモねえ。これどう？
誕生日だったら、誕生日プレゼントで車もらったんですよ。そうか、ブランド時計とか、でも、なんだこれ、キャリアのジャケットとか、なんだこれ、俺これ言ったら鏡なんだ。ドラッグスって言うから。ドラッグスって言うから。何ドラッグスって言うから。これで9万のジャケットかけるように、後ろにかけられて、後ろにベルちゃん見て、その9万のジャケットをおしゃれして。ママで会ってきた。何でだろう、最初に。請求しろよ、こう。しろだよ。醤油とビールだね。醤油もか。はい、醤油とビール。で、テルちゃんと一緒にいて全部変わるから周りもちょっとかっこいいですよね。これと同じガラピアガラピアガラピアみんなもこれも大嫌いな、ほんと高そうだガラピアノってなんだよ。そうですね、ピアノじゃねえ。それかけるんだろ。ありがとう。マオだよね、タラ君すげえよ。下ネタに持ってきますよ。だから今流れてきたリスナーさんが、いやー、俺が違うの、花火400円だから、1人来るといいから、決まってれば、それに向けてさ、いろいろ楽しみについてるのが、花火を見たら、もしかしたら、光に殴られてたら、だから花火対決しようって、見たら、今度違うルールで、あたかも俺違う、19番に俺の話がみんな、どれさくですか、ラファエルが、ああ、いいっすね、出てくれるか分かんないけど、例えば。何そんなアンチあるんだ。体重合わせてこの人の体の水が肌やがね。水が広がりするからね、別に花火いらないし、あのお金いらないから、でも俺、これまで、まだ清潔にするのは、これまで、なんかいつもアイドル配信者になるんだけど、やべえよ、1ヶ月やってみる、1回100万稼いでばね。最高いくらなの？最高？マジメインでしないの？メインじゃなくてもう、ちょっと振り込みされてる。ちょっと別に雪地は食べる。俺が知ってるのは、二人が金がなくなると、仙台で岩戸さんで。仙台にいる。仙台にいるさ。もう、別に聞かずだよ。昔から金がなくなると、仕事に帰る名目で出稼ぎに行って。地元の先輩殺してから。あ、そう。直角さんじゃない。先生でございます。君とはそんなに。俺まだ酔ってる。その西山から仙台に戻りたいからっつって、ね、新幹線でまた戻って、稼いだよ。いっぱい、いっぱいの人だった。東京に戻りました。沖縄でも支援者で、なんか俺にも10万円くれるから、あれってどうなって、検査、まだ今、もう配信、あれ、伝えられなくなったもん。バルバリとかに。私が5日目に行くんだよ。指挟まれたら雪が降られる。深夜中に前行くんだよ。行くんだよ。やられるお前だけ。何で俺に行くんだよ。挟まれて。信じられないから。やりすぎやろ。いや、おかしいっすよ。いや、いらないよ。俺の金前さん、全員コンビで。いや、だから何でも言うけど、まず俺なんでいつも被害者なの？ミッション。ミッションだよね。俺、寝ていたいよ。高橋さん、いらないっすよ。あれ言うけど、具体的にどういうので、下がさ、一切、ハブにかましてあるでしょ。
死んだら終わりだハブタに光る金梅対マンブスまだマンブスだよどんないだろすごいやんマンブスだよえなんかやっぱ子供のこと考えてた結局沖縄行けなかったからな北海道だけは沖縄行きたいなやんちゃけちゃん岸村っぽいよ今の岸村岸村沖縄の軽そうあ、そう妖怪妖怪精霊に近い精霊なんだ俺ちなんかどんどん怖いそうなんですか怖いそうなんですすみません、ハンターとか全然来ない。ごめんなさい。コントロールダウン。コントロールダウン。中ですか。ハンターの方向で中だ。はい。ありがとう。あとすみません。全然食べなかった。食べ物も来ない。食べ物も来ない。はい、すみません。あと、あの、すみません。レモンサワー。レモンサワー1つとウーロン茶を1つ。ハイボール。とハイボール。レモンサワー2つ。じゃあ、レモンサワーが2つと、ハイボールが1つと、ウーロン茶が1つ。今、ベッドが入ってる。なんかそれはセルした。これは違う。これエンドリーみたいな。ひどいね。ブログでさ、人生で一番泣いてるって言ってたから、それだけが好きなの。ちょっと前だけ違うマオちゃん。東京支部のマオちゃん死んだみたいな。あれ伝えられる。大丈夫。マオちゃん、だからその勘違いしてる。リスナーさんが思ってる。俺もそう。そうですよね。マオちゃん、マオちゃんが死んだらしいよ。タマちゃんに嫉妬しなしないやり取れないしないです、それはないよマオちゃんどうなったんですか絶縁とか言ってたんで今日あれだよ、昨日俺富谷さんマオちゃんデビューとしてデオハーディーだからセブンあー、らしい議会選手が欲しいから、マオちゃんも会社を呼んでて、いつもなんで朝俺見てたら、家がピンポンが。違う、カメラに。カメラに来たの。俺の時と一緒なの。俺の時も電気消されて、ドアめっちゃ出られて。全く一緒や。いやまあこれまた俺の時みたいに現着始まるよ。いた。まずねマオの手口としてはタヌキにめっちゃ悪いよ。マオじゃないふりして。金牌取ったことあるんですよ。やば。それだけの頃は何もなかった。金牌さんこれじゃ見えない。俺も全然してるから俺も全然してるけどどうやって渡してるから LINE も分かんないし俺に渡したところでどう返したらいいんでしょうマウちゃん連絡くれるってマウちゃんが言えたら俺今言えたら私に言えたら俺なんですよでも、マオちゃんって言うと、恨みないから。前を元に生きられた。ただ、おじさんとか年齢とか言わないんだったら、どういう仲直りが起こるような。それで悪いって言ってたし。おはようの東京市民って言わない。どうでしたの
まとめて肉が来た。ごめんなさい。でもこれ、アミーボも限界あ、すいません。笑うでしょ。まあ、なんかいいっすね。そこ時間それ面白いで、金梅人は最初から金梅っていう芸名からスタート。ブログの頃から金梅を一番最初はホワイトタロウ。ホワイトタロウどういう感じ出してたの。そんなのやめてもらってハエの王様ってゲルゼマンみたいな。その名前。いや、金杯リスペクト。やべ、関係ない。その、ゲルゼマンみたいな。ゲルゼマン。配信じゃなくて。え、なんでベンジャー太郎って言ったの。インパクトがあって、すぐほら、パッとベンジャー太郎。でもその名前ですごいディスられるみたいな。そう、汚ねえ。品がないみたいな。多分ね、感性は年齢も近いから近いけどな。ホワイトプロはどっからホワイトタウンの由来は。だけど先生がそれひどいからやめなさいって言ったら、じゃあ清潔感のあるホワイトタオル。それ金牌じゃなくて友達だったの。そこから撮ったの。面白かったけど。一回言いながら撮ったの。ホワイトタオルには金牌だった。それはどう金牌は何の。お金に買いが高いのか。ああ、いや、前で焼かれたゲームのアルコールが。ハイボールでハイボールのなんていうゲームブレスオブファイヤーブレスオブファイヤーのキンバイってキャラがめちゃくちゃ強いな。見たいな、そのキャラのこんなキャラクターがハイなんだ。ただの腹だよ。そのゲームをしてて倒せない。倒せない。俺、アメーバのアイコン、ハエの写真だったよ。そこで被ってたんだ。俺もタロちゃんって言われてる。タロちゃん。もういいや。もういいや。もういいや。ユーナリシアの名前はとりあえず名前、名字がかっこいいのに亀梨ばっかりで結構変わってんの。俺はつけてないで、ユーキって名前をつけて、で、ユーキに何をつけたらあるかなって、そこに何にやって歌うのか、ここから何をとってユーナリって名前がかっこいいなって
からこう深夜は S、ステージが本来 S がいるので、でその時なんかリードの深夜とかだから、なんとかやっぱこういうのあったから、それが深夜の時。あとはアイスクリームいいのかな。本家のリードの深夜も深夜長と呼ばれてるから、ね、アスパラ、これが最初に深夜長。今あのカナヘビっていう、カナヘビも俺もなんかそのアメーバの聞いた。俺永福ちゃんと分かってるから知らないで。あどのぐらい聞いてあげて、確かにどういう理由は、ワンドウ、君は、漢字の名前が来て、語呂が来て、意味はない。結構あんまり深くなかった。深夜食だもん。これがすごいってなる。なんで言わないの？深夜食堂って言って言ってるんだ、なんかどういう深夜食堂って何の深夜の枠でやるから。すみません、お待たせいたしました。こちらなんかドラマですか？ドラマなんですよ、深夜食堂。どれってどこだ？なんかリスナーさんだった頃になんだっけ、ドレキサンダーかなんだかみたいな、なんか由来言ってましたよ。そこから撮った。だから夜みんなの放送を見終わってから自爆した。そうだよ、ね、それ大事やね。だからネットの方に見てるじゃん。あれも鉄眼の30と50と俺に3日連続撮ってしたんだけど、なんか違う時間帯にやって、そこから閲覧増えた深夜。なんか大手がゴールデンやってるからさ、やっぱそこ流れるって、みんなやってない時間やろ、やっぱ賢い。だ俺みんな、前はさ、みんな夜10時からですね。そう、大体10時。だから俺は8時ぐらいから。あ、ちょっと早めにやってんだ。すいません、お客様。今のお時間で。結構深夜、ノリちゃんも深夜。結構深夜帯気づいてぶつけてくる。メンジャー太郎が一番最初来たのがキャサリンみたいな。食べたくない、食べさせちゃう。一番最初に俺をピックアップした。そこそこ有名な配信とか。最近の状態昔言った日本で中谷のマイユー。いや、俺一気に壊れてる。一気に壊れてる。入ってんなと思って。それが面白いおっさんがいるっつって、逆で拡散した頃から、あそこで初めて、そういうおっさんも、キャサリンの件でしたら、それも炎上して結構、じゃあ増えてました。あれは、それは漫画図の企画で、あれの裏で、ザ・何回っていうのがあるんですよ。なんか集まってたよ。君坊か、君坊か。たぶん俺、君の方が出たし、あと、仕事する。ギハ、お前ギハか。あと、キャサリンの俺で、でもギハは言わないよ。交代交代入って。俺が悪いよ。だから、仕事するが、キャサリンが食えねえって言ってるよ。一番最初に。あ、そう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 。マッチアップ、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 しかもなんか閲覧取れちゃってタイトル変えたくないって欲に負けてたの。お互いが言ってたの。みんなやめとけやめとけって。こんなにこれ。これいっぱい出た。肉じゃない。ご飯だよ。そうだね。男じゃない。二杯。俺一杯しか食ってない。一杯。仕事の二杯。これどれができて分かんないの。どんどん置いてる。あ、これか。どんどん置いてる。ありがとう、ありがとう。これ、おいしい。しゃべってばっかり、全然しゃべってない。まだ2週間しか経ってないから。はい。はい、そこから。そうだっけ。あと10日だもん。今日23日。ああ、そう。2週間いないよ。カンボジアに作らせてるの。テルチャンピンだって聞いてやる。テルチャンピンだって。名前。
にぐらい。ちっちゃい瓶、瓶。もともとこっち殺虫剤の声も。そしてね、これパルパルと新野球のことだ。そう、パルパルのアンチの。パルパル。そう。アンチで消火器をかけて、殺虫剤パルパルを入れて、止まらして、俺も俺も。後日、だから大阪行って、新野球のに、そっちパルパルついな。で、なんでテルちゃんの？わらんの。元々 YouTuber。もともと YouTuber で、YouTuber で高校生。誰？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 テルチャンピンって名前で、なんかテルチャンピンはエガチャンピン、高井さんの使われた、エガチャンピン、だからチャンピン、みんなで、大丈夫です、大丈夫です、テルチャンピン、新野鳥、あるぞ、新野鳥自分で投稿したやつ、あそこ、自分で料理作る、青山で、最初兄弟が知らない、あんま知らんな、駅前で逆立ちする始めた、そう。キジガイ配信者だ。電車でキジガイとかしてたもん。まだあるの？配信配信なんか最近ちょっと顔つけてるやつ。すごいね、やっちゃけるクリーンだ。なんかちょっとね、前はね、タイツとかかぶってその前にコーラ注入してみたいな。切れてないよ、さ。ちょっとお金入ったからちょっとやめちゃった。切れる時はやっとるから。切れる系になってない。やっとくよ。なんかね、切れるし、すごく大事やりすることだ。俺なんか重視だったんだよ。俺なんか、モテたいって。そうっすね。俺たちだよ、モテたいだろ、モテたいやろ。モテたいや。まだね、大阪来た時も可愛い女の子でいたからね、なんか自転車乗ってなんか、ね、俺いつも可愛い。いや、なんでモテるかわかんない。いや、テレビでモテるよ。かっこいい。いや、色気がある。色気？顔とかだよ、色気が。顔でもそんなかっこよくはないやろ。歌うかわいい。顔がいいとかじゃないんだよ。めっちゃかっこいい。雰囲気がいいじゃん。だから、青山のゆうさんは、癖があるんですよ。だから、小田切りとか、浅野さんのようにありそうだっていう。でも、そんなこと言ってると、光のことを好きな女の子、だいぶ癖がある。それはちょっと、まあ、変わりも見たね。違うよ、時間が過ぎてるから。え？やめてよ、そういうの。
けてないって。焼けてる、絶対焼けてる。生だよ、ね、本当に。マジか。明日リアクトできなくなったから、どうせ。マジか。もうちょっと焼いて。焼いて、焼いてもらって、蒸し上げる。これやりすぎやりすぎ、焦げないぐらい。これくらいですか。これは大丈夫だけど、明らかに長っぽいぬるぬる感も感じたから。そう。ごめん。お腹壊しやすい。そう。いや、ちょっと全然飲んでないじゃん。レモンでもね、全然飲んでない。レモンはなんか気持ち悪くなる。生まれるわね。ハイボール。ハイボールでも飲んでみたい。いや、これ。これだ、これ。ちょっと、どうしよう、マイク。これ。いってみよう。やばっ、こんなんなってたの、まあ、ちゃんと取れる。普通に30円いくらかって成分みたいな話。やばいじゃん、こんなん。やばっ、ここはね、いいんだけど。やばっ、ここに食らった痛みが上がってくる。なるほど、一瞬から上がってくる。なんか移動してくる。なんでなんで痛みが下に落ちてくる。重力が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 下がったりすると一瞬痛い。ゆかるは治った。俺まだ考えやすい。痛い、まだ痛い。痛い、痛い。なんでそれ配信で見せるのか、10番見せるのか。すごい、なんで見せるのか。なんで封印してきた。これはやばい。すいません、ただいま。あれ大丈夫、あれ大丈夫、あれ何で見たことないの。カラネ式の上から蹴り下ろされる。二段だから見た目動かない。あれ判定勝ちなんだよ。実はあのコメントがね反映されないの。あ、スマホ。ごめんね、みんなコメント読まなくて。お疲れっす。お疲れっす。映像は問題なく映ってんのかな、みんな。映像問題ない？はい、5番になったんだ。椅子はほんと取りこぼすよね、アイコね。オッケー、大丈夫、ありがとう。なんかごめんね、アイテムいっぱいくれてたみたいで、みんな。ありがとう、アイテムくれた人。お前分かってんの？1時間ぐらいあるけど。映ってる、大丈夫。よかった。ハイボールじゃん。やばいよ、ちょっと酔っ払ってきちゃって。酔っ払ってきてる。今日酒の席だから。今日酒の席だから。あ、ちっちゃいのに30本を車で買う。まあね。え？何？
どこ向かいに、え、なんで、この後一緒にいるあ、そうかね。いや、みんな何時までおるかしら。そう、2時間で。だから9時過ぎぐらいかな。1時間は電気カメラが全部出してくれて。そう、2時間は好きでしょ。2時間ないでしょ。あん。だから俺はほら自治会とか用意してないから、今度は飲みに行くしか飲みに行くし、帰る人は帰る。俺はそうなの？俺明日名古屋行かなきゃいけない。いや俺もだわ。俺もだわ。だから名古屋勢とこのお疲れ様がセブンとかいる。ね、セブンたちも無理だけど、まあ、もし来られてたら楽しかった。そうそうそう。本当はみんなまとめてやりたいけど、遠いから。まあ、仕事もあんだろう。みんな期待しとるけ、来年やるけ。雑だな。なんで毎回モノマネないの。セブンが金杯のモノマネない。誰が出る。いや、まだ本当に難しくない。予選やるって本当。いや、予選はだからリスナーが出てるから言うから、うん、そんなこと言ったら気がないから、うん、だったらね、3分1ラウンド1ノックダウンでね、予選やってもいいんじゃないのって話をしたの。ババアと1ノックダウン、そう1ラウンドだけ、1ラウンドだけ、もう勝った方が勝ち。でも自分の時1ロックダウンなんかありますもんね、全然。1ラウンドで回したら面白そうだよ。だからほら、昔のアウトサイダーのトーナメントなんかそう。2ラウンドだから、そう、本戦。3分3ラウンドはさ、いや俺、言ったじゃん。お前たちが最初3分3ラウンドを言ったんだろ。お客さん来ちゃった。3分3ラウンドやらせろって言ったじゃん。ルールなんか知らんねんな。隣の席にさ、テーブル置いてたから、だいたいアマチュアが、ね、2分2ラウンドだよって言ったら、お前、俺を誰だと思ってんだって言ったら聞いたけ。結果、面白かったよ、3分で。結果ね、あのスタミナ切れを起こすとこも楽しかった。まあでも第1回がを超えることができそうになかったらやらない。本当は2分にすると2つあるわね。そうそうそう、200件で決まらない。 YouTuber のやつを配信しやりたいよね。そこに来てないですけど。いや、何人かいるよ。いや、でも最近ないからね。もともと仲良かったね。なんかジョーブログでプロテストしてるらしい。槙原さんとジムから行くのなんないって言われてたよ。誰だ。ジョーブログ。そう、俺のジムから出ろ。マジ。俺が電話するから。次金牌 VS 誰でやるかな。負けてやる。やらば羽あげる。金牌をね、肝硬変で死なせないためにも格闘技やらせないと、まあ、酒を飲んじゃう。名勝負、名勝負だから誰でも面白くなるよ。誰でもいいよ。ハラミ食べる？うん、ハラミ食べたい食べたい。うん、負けたよ。ありがとう。うん、金牌だ。次回は体重合わせようかなって。5キロ刻むぐらい。60キロから65キロ、65キロから70キロ。俺はいらないもん。87、90、ほぼ90。いないよ。じゃあ、でも80まで落として、80から85の間ですよ。まあ、それが一番上だね。80、85が一番上だ、ね。こういう人よ、100キロで。ユリがもう、やめろ、もう明日から家がない人を言うんじゃないよ。今日荷物まとめなきゃいけないって。ライター30個売れたっすよ。あ、そう。カルビ。スパーリングしたけど結構いい感じだったよね。2年ぐらい前に。そうそう。パワーバンバンの楽屋でやってるけど。あれ、結果強い。あれ、グローブ喧嘩パンチだ。グローブ、お家に置いてるから。なんか企画で使うわ。ラーハンで殴られたんですよ。大谷しな
マンハゲだってさ、身長もあるし、もっとやだ、振られるかもしれない。そこのあれで強いね。勝ったまんま、あんたやられたら何ともなかった。ランハゲって暴走するんだった。ランハゲ結構ね、心が違う。へぇゆいが、ゆいが怒って、包丁持ってきて、てめえぶっ刺すから家の中入ってて、で、俺がそれ見て、あ、こいつ包丁で、ね、絶対刺すって、ちょっと離れたところに俺移動して、でランハゲはドアの前に待って、そしたら、警棒みたいなことが出てきた。包丁じゃなくて、ゆいが。あ、それ見た見た俺も。お前コロナの時にランハゲはこうやるよ。さすが総長。じゃあ次回あれだな、金杯 VS ランハゲだな。ランハゲだな。あれはハードスリーピー。ランハゲでも俺に裏剣食らわしてるよ。あ、そうだ、車の中でいいパンチ持ってる。相当言ってたよ。裏剣みんな間違えてるから。裏剣同士だったから。これランハゲ安全運転だから、ちょっかい出すと最終的には俺とランハゲだ。頭の上でずっと乗って、ランハゲそんなでかい、ランハゲ180センチ持ってるハンドルに乗ってやったらバッみたいになって、ランハゲ強いんだ。めちゃくちゃ血出ちゃう。後ろで金バイチにあるドン引き。めっちゃ痛かったよ。あれは誠を取り合いしたい喧嘩になった。俺の誠にちょっかい出すなっていうことだった。違う違う違う、俺がムーズとかやってたんだから暇だったから。ランハゲが運転してる時に俺知ってるよ、知ってるけど、キミちゃんが好きすぎてそれは関係ないでしょ。手にムーズかけた。そう、手にムーズかけたんだ。シューってしたらパーン一瞬で。それもそうなる。俺お前運転してんだ。いやでも暇だったんだ。さすがーなーと大変だったんだね、里見が。あー、もう泣きじゃくってたね。だって小田にホテルの別部屋取ったのにさ、俺の部屋来てさ、もう泣きじゃくってんだよ。俺の袖をこうやって掴んで、うーって泣いて動画してたんだ。だから来たくなかったんだよ。お前のせいだよ。逆はな、帰り際にごめんね。俺は里見の知らんかったもん。たまたま行ったら里見いるじゃん。朝寝坊するしさ、それに里見さ。しかもね、飛行機入れるね。え、ほぼ俺がさっぱりした。2時間ぐらいあったじゃん。あ、そのあたりだね。でもずっと俺ハンドスピナー回してた。何だろう、ハンドスピナー。ずっとヘッドハンドスピナー。ずっと回ってんだよ。気持ちいい。気持ちいいんだよ。どうやって回してるの？全回してるんだよ。ずっと回るんだよ。これで6分ぐらい。6分もあるんだ。人差し指が長い指持って、で他の指で弾く感じ。手前から奥に弾いた。手前から奥。それでいいっす。回転させるところずっと止まんないんだよ。シュールだ。気持ちよく、気持ちいいけど。なんかシュール。すごい回ってたよ、もっと。で、俺配信中ずっとで雑談やってる時ずっとテーブルの下でさ、手回してさ、手回して止まんないの自分では。いや、5、6分で止まる。小刻みに出した。手番の練習になるかも。手番は指を触りながらね。これをやるときってなんでとか考えちゃってないの。何が面白いとかじゃないの。なんかもう気持ちいいから。なるほど。天満市、せいぜい天満市する感じで。高いよ、結構。西田さん送ってくれたんだけど、安いのは500円だけど、高いのでも3000円。あ、安いんだ。なんか数万円するのかと思った。本当にこだわってる人は1万円ぐらいだと思ってる。あん
マゾンで高いの探したら3000円ぐらい。これプチプチみたいなもんすよ。そう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 。やっちゃう。ちょっと触りたい。プチプチみたいな。一回回してからあ、こうやるもうすぐこうやってそれ一年先ないってだけでしかないそれが大体伊豆だと思ったのたまに吉田さんあ、こういうことか。目回るね、これ。これもうちょっと扇風機みたいになってる。でも飛行機なのずっと回してそうボケ防止みたいな。じゃあなんか、暇つぶりだ。おじいちゃんとかの映画見ながらさ。俺の声でガバー動いちゃう。そう、ベアリングが入ってるもうちょっとなんかバトル要素とかあったよねバトル要素ただ回るだけだこれ回してんの宙に一回投げてもう一回キャッチするんだよ、技を YouTube でそういうのあると楽しい下ですよね。いや課長振り寝ませんか。そうなってよく寝れるんだよ。昔さリスト使えるさボールみたいなあれ意味わかんない。みんな電車乗る。僕でもそういうのであれやってました。あの なんとか球っていうこうあの二つとか三つ玉やってこうやってやるやつ。知ってるみんなこうやって玉回すやつ。何て言うんだっけあれ。検診球か。アイテムありがとう。検診球って言って鉄の球を3つぐらいやってゴロ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 やってます あ, あるね、はいまあ、中国人とかがクルミの形したやつそうですあのクルミと鉄の綺麗な球バージョンでいろいろあるんですよあとドラゴンの彫り物入ってるあれは何あれはなんか指先なのいや、多分そういうのと思ってまあ、ただ落ち着くはい気をかぶったら食べたい俺、オレンジだけや違う違うやれると思っただからネックレス解雇するあ、そう、どうユイが見せてこれもユイがカンボジアに、カンボジアにねタワーのアクリルの中に人骨がいっぱい詰まってたあー見た見た画像あったよポルポトに殺されたんだけどユイがなんだみんなユイだユイが何人いいだおそばつくあれでも死んでんだよ死んでんのハワイだハワイだファンタだ魔法ね動かされたあ、そうなんだワンシーンすよブレックみたいな何の怨念を持ってやってもらえる配信し続けるイオンだからほぼイオンだろイオンじゃない生きる鹿真似だわ生きる鹿真似だわカリカリだよねネカフェ生活を直しましたからえあそこどこに住んの彼女で言うの家賃払えないからネカフェ生活リスナーの人が待ってたもん。綿が入ってる、綿が。ずっとこうやって書き取ってたから。Wi-Fi も止められるから。配信ないですよ、サバだから。Wi-Fi の前の部屋の払いよ。ダメだね。再就職しません。でもそれ完全じゃん。いや、彼女別れちゃったんだ。いや、彼女は別れてない。彼女は別れてないけど、丸い家には住んでない。彼女は家がある。自分倍はそこ住んでる。ああ、じゃあ家住んでる。小川さんによると彼女の家には子供がいるとか。子供？そう、だから彼女っていうのは子供がいて、いいかじゃなくて、前の旦那さん。そう、噂とかがあるんだよ。
だから優位はそっちに住めない。どうすんだろう、もしかして仕事してない。それこそさ、それこそドバイにこじきしんじゃないよね。100万です1ヶ月に800万かしらそう、何でも飲むんですか。いや、もう行くじゃん、本当のこじきだよ。椅子に、だから地面に座って、みすぼらしい格好して、ここに何やる。王様が金貨とかくれんじゃん。あ、そうなんだ。でも、みんな、本当のこじきじゃない。海外じゃなくてホテル生活して、ホテルで寝泊まりして、朝、みすぼらしい格好して、道端に6時間も座ってる。トップが800万だよ。平均が800万。そうだ、大きい一杯自慢じゃん。そうすぎて、うちとまりこいじゃん。あー、俺が潜伏するよ。100万円ぐらい。観光客でもやりそうだよ。キーちゃん、パスポート取り出す。上陸はそれ。なんかやっぱ顔が真っ黒なんですよ。現地に行こうとしない。だから取り締まれる。大体様から聞いたみたいです。バイクを持ち出してるんで。でもそれ配信したらめっちゃ面白いですよ。本当にもらえるのかっていう。イワスさんとか言ったら。じゃあ要はなんで捕まるかって言ったら。えげつないぐらいもらえるの。収録日に働かないですね。あとオーバーステイだからね。よっさん行ったらめっちゃ儲かるし。足がない状態で座ってるから。だからこの間行ったカンボジアなんて、地雷があるじゃん。片足ない人とかが、いるわ。道場で座って、楽器を奏でる。みんなちょっとお金を置いてくる。腕が片っぽないとか、足が片っぽないとか、市場行った時は、手にスリッパ履いて、足がないから、こうやって、で車椅子とかも買えないから、手でこうやって、お尻でこうやって、歩いてくるって、さすがに放送で俺は映せなかったけど、いまだにでも地雷埋まってたりする。そう、地雷埋まってるエリア、じゃあ観光客もそれ巻き込まれてる。いやいや、国境の方、国境の方。あ、じゃあそこ、観光するとこは大丈夫。そこ行こうかなと思ったんだけど、もう近寄れないから。あ、入場禁止。そう、道が塞がれてるっていうか、警察がいて、その道けらへんは大丈夫。そう。そこでポケモンをやればいいんだ。ポケモンってあそこでもあるの？あんこじゃないでしょ。対応しないでしょ。じゃあなんかね、地雷が埋まってるところで、ポケモンもやって、ちょっと危ないってニュースがあった。あるやろ。あったあった。だからその原発とかも、そう。だってガザ地区とかもパレスチナとイスラエルの間内戦の後できるじゃん。ポケモンもみんなやってるんだ。外国でもできるじゃん。レアポケモンがしかもそこにいるんだよ。なんか一回広島原爆ドームをそこ入れないでください。そう、決めてたよ。シニアちゃん、原爆ドームの長い歌さんが、え、なんかさ、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。